はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は電光石火フォワードサムエル3分で仕事完遂ということで、この試合ですけれどもね、秋田 VS 大分のゲームのマッチレビューですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、まあプレーオフ進出に向けてもうこれ以上、負けることが許されない大分のゲームだったんですけど、まあ本当開始3分ですね。いやサムエル選手ってね、開始早々の得点とかなんか試合終盤での得点が多いイメージがあるんですけども、この試合もですけどね、電光石火、3分ですかね、得点を決めたこの、サムエル選手でございます。そしてまあこの結果大分が勝利ということになりましたが、もう一人ですね、まあこれ秋田の選手なんですけどね、まあ秋田の選手にまあ本当素晴らしい新しいこの選手だなというのを感じた選手が一人いるんで、その選手に関してもちょっとお話をしていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、こちらメインチャンネルでございますね。メインチャンネルの方では、まあ、J リーグは九州勢や浦和を中心にやっているんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますということで、早速やっていきましょう。まずこちら両チームスターティングメンバーでございますけど、こんな感じでございますね。いやまあ秋田守備硬かったですね。まあ最初ねちょっとまあミスというかパスミス、からの失点にはなってしまったんですけれども、まあ、しかしやっぱりこれ秋田の守備最後まで、集中しておりましたし、最後オフェンスのところですね、まあ攻撃陣に関しても最後のところ、もう一ギア入れてね、これ秋田がなんか、点を決めそうな、そんな雰囲気もあったゲームでございました。そして大分ですけれどもね、この試合開幕戦以来ですね、ゴールキーパー吉田選手が先発に名を連ねました。そして何人かですけれども、やっぱこう、主力選手、名前がない選手がいましたけれども、まあね、いろんな事情があると思いますけれども、まあ、怪我とかコンディション不良とか、まあ、某感染症の影響か分かりませんけれども、名前がなかった選手に関してはですけれどもね、まずは回復、そこを第一に考えて、まずはですけれどもね、試合復帰を目指してほしいと思いましたけれどもね、はい。そして試合結果でございますけど、こちらですね、ということで0-1大分が勝利でございますね。まあ、今回結構最初の方から試合結果に絡んだ話を、していたんでね、まあわざわざ今出すことがという話でございますけれども、0-1 で大分が勝利ということになりました。まあサムネイルに書いている通り得点はサムエル選手得点になったこのゲームでございますけれども、さあ、前半から見ていきましょう。まずこちら前半レビューということで、本当開始早々サムエル選手ですね、まあ、3分での、得点ということで、あそこはですけどもね、やっぱりこう秋田は、ね、ゴールキーパー田中選手がちょっと出てしまって、その後ですね、出るとこまで良かったんですけど、その後ボールのつなぎとか次のプレー、そこは大分が出足早かったですね。まあ、そこからボール奪って最後サムエル選手が決めるということで、意外とあれね、吹かしてしまう選手が多いんですけどもね、これあのゴールキーパーがいないからといってね、結構力強く蹴ってしまった結果、ね、ちょっとシュートコースが逸れてしまって無人のゴールなんだけども、その脇の方に逸れていくみたいなことも結構多いんですけれども、しかしまあそこやっぱさすがですね、サムエル選手はしっかり無人のゴール、そこに飛ばしてしっかりゴールということで、まあ先制を、しました。まあこれですけども、やっぱり、この試合いろいろ見ながら思ったんですけれどもね、まあ、残りシーズンですね、本当終盤戦に、入ろうとしておりますが、まあじゃあ誰を中心に、シーズン終了を目指すか、そこはやっぱり軸となる選手を、決めないといけない。まあ、センターフォワードのところの話をしているんですけどね、僕はやっぱりサムエル選手というのはいろんなこれ、まあ、使い勝手がいいと、ね、言ったらあれなんですけどね、まあ本当サムエル選手がいるだけで前線ボールが収まりますしね、まあ、前線、まあ、この最前線に置いていってもやっぱこう脅威となる選手になりますし、ちょっとこれ引いて受けてとかね、これ中盤まで少し引いて受けて、そこからまあ連結役になることもできますし、実際まあしっかり手も決めているんでね、まあ、やっぱこうサムエル選手というのはこのシーズン終盤、それこそ大分が、ね、これ逆転でプレーオフ進出を狙う上でやっぱりこう軸になるべき選手かなと思いましたし、まあ、本当誰を中心に、シーズン終了を目指すかっていうところに関して言うと、僕はサムエル選手を、まあ、中心にして、ね、やっていくべきじゃないか。やっぱこう勝ち点3をもう取らないといけなくなってきた、まあ、こう勝ち点1でもいいゲームというのがやっぱだんだんなくなってきますね。やっぱなんていうの、ここ、ね、大分がこれ、ね、現在プレーオフ圏内にいればですけれどもね、まあ、本当プレーオフもこれ絶対これプレーオフは大丈夫だよねみたいな順位のところいればいいんですけれども、現状そうではなくてね、まあ、本当ね、これが例えば3位とか4位とかその辺にいれば、まあ、この試合は最悪勝ち点値でもいいかっていうゲームというのがですけどもね、まあ、そういう余裕の生まれるゲームというのがあるはずなんですけども、現状大分も勝ち点値でいいゲームがないということで、まあ、ほとんどの試合で勝ち点3を狙っていかないといけない、そんな展開になると思うんで、じゃあ勝ち点3を取るためにはどうすればいいかというところで考えて、やっぱ得点を、取らないといけない。で、得点を取るのは一番今、ね、匂いがする選手
史でいうとやっぱサムエル選手になっていくんで、僕、まあ、個人的にはですけどもね、今日得点決めたこのサムエル選手を、軸としてシーズン終了まで、叩くべきじゃないか、そんな、ね、この90分間だったと僕の中ではありますけどもね。で秋田もですけども前半はチャンスを、作るシーンもありましたが、やっぱ決めきれずということ、そこはやっぱ秋田の、まあ、課題じゃないですけどもね、まあ、ゴール前でどういうふうに、まあ、このクロスに対して入っていくかとか全てそうなんですけどもね、まあ、吉田選手もこの試合結構安定してね、まあ、プレーをすることができたんで、大分のゴールキーパーですね、そこもちょっと秋田からしたらちょっと、難しさあったかもしれませんけども、まあ、前半に関して、秋田チャンスを決めきれるということでございましたね。で大分に関してはやっぱり藤本選手ですね、左ウィングバックでずっとスタメンで活躍していた藤本選手が現在怪我をしているんですね。で怪我をしていて、そこから、ね、左ウィングバックのとこ、増山選手が入ることが増えました。もともとアビスパ福岡とか、ヴィッセル神戸の時も、まあ、右でのプレーが多かった増山選手なんですけども、最近大分では左のウィングバックの方、やっぱこの縦への突破とか、まあ、それまでやっぱ増山選手って縦への推進力が、本当素晴らしい選手であったんですけど、まあ、今回、まあ、最近は左で入っているんで、カットインからの、まあ、ゴールを狙うシーンとかもあったんで、これ、まあ、両ウィングバックですね、右の井上、左の、まあ、増山選手、この両ウィングバックというのは今後、大分の、まあ、一つ鍵じゃないですけど、本当間違いなく、キーマンになっていくと思うんで、ね、本当これ嫌ですよね、これ、増山が左にいて、右にはね、これ井上選手がいるという、まあ、この両ウィングバックのところになってきますが、本当脅威を与えている、存在になっているんで、今後もこの両ウィングバックの、活躍というのは期待していこうと思いましたけどもね。はい、そして、後半レビューということで、まあ、後半に関しては、まあ、僕は秋田がね、本当良い形でボールを運んで、前半よりもこう推進力というか、まあ、勢いを持って、ね、最後クロスまで行くシーンが増えたんで、ちょっとやっぱヒヤッとするシーンも多かったですよね。まあ、なんて言うんですか、まあまあ、結果としてはね、秋田が得点決めることはなかったんですけど、やっぱりこうヒヤリとするシーンも多かったですが、まあ、しかしそこはやっぱ大分の選手も、クロス対応とかセカンドボールの返しとか含めてですけども、ね、そこはまあ上回った感じが、しますが、まあ、こんなところにいるね、順位的にはですけどね、もっと上の方にいてもね、そんなね、おかしくないチームじゃないかと改めて感じ、本当素晴らしいチームでございますね。で秋田も最後まで粘ったんですけども、まあ、結果としては、勝ち点1も取ることができるということでございましたね。でただやっぱ素晴らしかったのは秋田のゴールキーパー田中選手選手ですよね。この試合、最初言った賞賛に値するって言ったのは、まあ、この、田中選手です。ゴールキーパーの、田中選手になってきますが、やっぱり前半ね、開始3分で、まあ、自分がこう、持ち場を離れてしまって、その、無人のゴールに決められてしまったこの、ゴールキーパー田中選手にはなってきますが、その後もですけれども、これ、あの時のじゃないですけど、これやっぱ先制点のあのシーンというのが頭に残っていると、こうなんかこう飛び出しづらいというかですけどもね、まあ、ちょっといつも通りのプレーというのがなかなか、しづらいと思うんですけれども、そこをまあこれ、田中選手勇気を振り絞ってじゃないですけど、ね、本当、どんどんどん飛び出して、まあ、自分のこれ、プレーというのを本当どんどん見せてくれましたね。 あんだけ、ね、前半3分で失点してしまってね、でやっぱ無人のゴールに決められてしまうというのはやっぱゴールキーパーと、したらですけれども、相当これ悔しいものがあったと思うんですけれども、それでもやっぱ90分間通してこの、田中選手の飛び出しからですけどね、大分チャンスがまあ潰れる中心もあったんで、ね、そこはやっぱ勇気というかですけどね、まあ、あくまでいつものね、どんなミスがあってもあくまで自分の、良さを出し続ける、そんな田中選手、本当これ素晴らしい、選手だなと改めて感じたわけでございますけれどもね。はい、ということで言うのますね、以上パラプンテジェルサッカーチャンネルのつつんでる方、チャンネル登録でます。さら喜ぶよ。